台風が過ぎ去って、晴れ間の覗く中で平和記念式典が厳かに行われました。コロナ禍でありますので、簡素な形で大変、引き締まった厳粛な式典となりました。ここでも長崎を最後の被爆地にという強い誓いの言葉が参加した方々から語られました。特に核兵器禁止条約が発効された直後の式典ということで、それを機に核兵器のない世界を一層進めていくと、そうした思いが強くにじみ出る式典となりました。菅総理も初めて長崎の式典に参加をし、はっきりとした口調で政府の立場を語っていただきました。参加した皆がこの長崎の誓いを共にしながら核兵器のない世界に向かって進んでまいりたいと強く思っております。